ビットトレードからのニュースになっております。これはもうすでにコインチェックでも確認済みなんですけども、おそらく日本の仮想通貨取引所のほとんどがこれに批准するものと思われます。どういうことかというとですね、タイトル、暗号資産の入金における送付人情報の確認についてですね。これ文章で書いてますんで短いですけども、読んでいただきたいんですけども、まとめるとね、このような図になります。まずね、暗号通貨をどっからどこへ送ったんですかってことなんですけども、送り元ってのがあるでしょ。送り元が取引先の情報になります。で、自分の暗号通貨、国内取引所、コイントレードとかね、ビットトレードとかコインチェックってのがここにあります。その際、誰から送られてきたんですかって情報を入力しなければ、ここに着金が完了しないってことなんですよ。送金が完了してもここでね、ホールドするっていう形になります。それで取引先情報が入力されたら、初めてここに完全着金して、そうなると銀行のね、一般の ATM からも引き出せますよっていう形です。まあ、つまりどこから送ってきたのかを明確にせよってことです。これは言うまでもなく、マネーロンダリングその他に警戒してのことだと思いますね。まあ、ですんで、取引先の情報、これがどこどこの国のどこどこの会社ですよみたいなね、やったりするんですけども、じゃあ自分の暗号通貨の取引所、自分のアカウント、自分のウォレットの場合はどうなんですかってことですけども、それはもうね、マイウォレットとかで入力すれば取引先情報ってことになると思います。ということはね、例えば取引先がなんかマネーロンダリングであったとしてもね、一旦海外の暗号通貨のバイビットとかね、そういったところに着金させて、その後でバイビットはマイウォレットですから、そこからここに送ればね、難なく通過できてしまうんではないかなってことは、これ織り込み済みのような気がするんですけどもね。だから今のところそうやった一手間をかませるんだったら、一応ね、取引先情報をそこまで詳細に、打たなくていいよってことだと思いますけども、でもここで私待てよと思うんですよ。そもそも暗号通貨ってそのトランザクション記録によってですね、どこから送られてきたかって明確なはずなんですよ。だからこんなことしなくてもね、いや、トランザクションの記録があるんで、それで勝手に追っかけてくださいよっていうことで、金融庁もいいような気がするんですけども、金融庁にはそこまでのね、トランザクションを解析するテクノロジーがないのかなと思っちゃいますけども、ちょっと金融庁も頼りないですね、そうなるとね。これからまあ、いろいろとやってくれるんでしょうけども、まあ、一応ね、こういうふうな決まりができて、まあ、規制が徐々に強化されていくよってことです。もしかしたら海外のそういった暗号通貨の取引所でも、取引先の情報をね、取引元ですか、その情報を開示せよってことになるかもしれませんけども、まあ、そもそもトランザクション記録があるんで、全部透明化されてると思うんですけどね。透明化されてるものをさらに透明化しなければならないっていうのが、いまいち、クエスチョンマークが出るところですけども、一体これはどうなってるんでしょうか。まあ、そういうことになりましたんで、こちらの文章のね、方を読んでみてください。じゃあ。